山本周五郎作楽天旅日記その第31回第27章語り合う諸般の情報のこと続きから。吉兵衛はこう小五郎に会釈をして廊下から自分の部屋へ帰った。平吾は風呂場へ行って汗を流して戻ると、お夏だね、ひどく暑かったなどと言いながら、しきりに濡れて拭いで赤くなっている顔を拭くのであった。いくらこすったって酔った顔の赤いのは落ちやしない。用事はどうなんだ。吉兵衛は忌々しそうに睨んだ。バカに早いが、江戸へは行ってきたのか。沼津でね。いや、沼津で勝田に会ったんだ。それで江戸へは行かずに済んだから。勝田に会った？どうしたんだ。勝田は来たのか。彼は沼津にいるよ。いろいろ事情があるから。沼津で用が足りたとすれば帰りが遅すぎる。今日はもう8日目じゃないか。吉兵衛は3日前からの腹立たしい空腹をつい口にせずにはいられなかった。ここから沼津までなら往復4日で十分なはずだ。俺は江戸までの日数を思って先一昨日から朝夕2回の粥と梅干しでやってきたんだ。だってどうしてそんな。どうしてって勘定は溜まってるし金は一文もなし。平吾は中身づくでいつ帰るかわからないと思えば粥だっておちおち食べていられないじゃないか。怒ったってしょうがない。江戸まで往復したとすればもっとかかるんだから。平吾はそこで話を変えた。まず肝心なことを言うが、江戸では俺たちも正式の脱藩者と発表し、新たに話し打ちの上位が出て、重高丈之助と茂木三郎座ともう一人がこっちへ来ているそうだ。千葉宗太郎もうろうろしているというから、よほど注意しないといけない。話し打ちの上位、いよいよ居直ったな。勝田は昼夜にやられたそうでね。平吾は陣四郎から聞いた始終をあらまし語った。吉兵衛は黙ってうなずいていたが、陣四郎がおかじと一緒にいると聞いてこれには意外だったのだろう。それはお前おかじだに会ったのか。もちろん会ったさ。どうして。ちょっと待て、それはよかった。吉兵衛は廊下へ出て行き、小五郎に声をかけた上、不審がっている平吾を連れて隣の部屋へ入っていった。板倉小五郎殿だ。柳川平吾です。平吾は挨拶をしてから吉兵衛を見た。するとおかじさんの、うん、板倉城代のご次男だ。勝田がいつも話していた人だよ。おお、それはまた奇遇ですね。今こっちで耳にしたんだが、妹が勝田と一緒にいるというのは事実ですか。ええ、沼津の塩宮という宿においでです。相手が城代家老の息子なので、平吾もやや言葉を改めた。ご存知の通り、お部屋様一味を探索したような形で、彼らの追及が厳しいためにうっかり動くこともできないし、あなたへお便りもあげられない。それにはこういういきさつがあるんですが。そこで平吾はもう一度陣四郎を氷室から救い出してからの話をした。小五郎は眉も動かさずに聞いていたが、平吾の話が終わると低い声で、そんな未練な妹とは思わなかったが、を独り言のようにつぶやいた。しかしそれは未練などとは。おかじは逃げてはいけなかった。あれには初めから命を捨ててかかれと言ってあるんです。小五郎は冷酷とも思える調子で言った。勝田を救ったのはいいが、逃げてはならない。牡丹亭にいてあくまで役目を果たすべきなんだ。それではしかしすぐ一味の手にかかりますよ。昼夜が現におかじさんを見ているんですから。彼らの手にかかればいい。捕らえた彼らはおかじをどうするか。
仮にも城代家老の娘だ。押し込めるにしろ、命を縮めるにしろ。お家事の身に間違いがあれば、彼らに類の及ばないわけはない。ことによれば一味を除く機会にもなる。そこに気がつかず、命惜しさに逃げ出すとは未練なやつだ。私はこれから立ちます。立つと言って、吉兵衛はちょっとあっけに取られた。一体どうなせるんです。まさかおかじさんも。妹の始末だが、勝田に会いたい。それによってはすぐに江戸へ行くつもりです。小五郎はいかにもこらえ性のない様子で、では失礼だが支度をしますから。こう言って立ち上がった。二人はそこにいるわけにはいかない。挨拶をして自分たちの部屋へ戻ったのであるが、部屋へ戻るなり、平吾が吉兵衛を見てニヤッと笑った。似ているぞ、桐生。お前にそっくりだ。冗談どころじゃない。あの調子だと、おかじさんを切るかもしれないぞ。大丈夫だ。勝田がいるよ。平吾は妙な具合にうなずいた。勝田は、おかじさんに指一本刺させやしない。断じて。断じてだよ。第28章、実力行為とその快感のこと。ことが、周到な計画をもって行われた点については、持家益蔵が采配を振るったというだけで了解されるであろう。それは初夏の極めて快晴な日のほぼ午前9時ごろのことであった。現場にあって始終を観察した一人の村回り与力なる菊内久内は、ちょうど役宅の庭先で家庭菜園の土へ桑を入れていた。伸び盛りの高菜の根へ風を入れるわけであるが、空のどこかでトンビの鳴いていたことは、彼は一生忘れることができないだろうと、後日よく人に語るところであった。それというのが、区内にはトビの鳴くのが次のように聞こえるそうである。ピーピーヒョロヒョロ、ピーピーヒョロヒョロ。ピーピーの貧乏でヒョロヒョロしていると、悪行を叩いている。つまり、区内自身を長老する者のように聞こえるというのである。ついでに紹介すれば、区内氏は耳づくも嫌いであった。なぜならこの家長は、貧乏、貧乏、貧乏、とあからさまに軽蔑するからだという。また彼はその意味で、ホトトギスをも憎む。この小尺な夜舞鳥は、さらに悪質で、一文やろうか、一文やろうか、などと、さも人を馬鹿にした泣き方をするから、というのであった。さて、区内は、トビの鳴くのを聞きながら、高菜の根土へ桑を入れていた。すると全く予告なしに、ガラガラメリメリという猛烈な物音が起こったのである。地震だ、大地震だ。府内は反射的にそうわめき立てた。みんな出ろ、外へ出ろ。家の中にいる妻女と八人の子、それに向かって叫んだわけであるが、彼らは家の中で楽しげに談笑していて、彼の声などには全然介意しなかった。猛烈な物音はなお続いていた。ガラガラ、バリバリ、ドドドド、ズシン。そして、わーっという集団的な人の歓声も聞こえる。菊内区内は足で地面を踏み立て、目をつり上げ、両手を打ち合わせて叫んだ。大地震だ！お前らは潰されるぞ！出てこいっちゅう！早く早く！みんなどうして？そこで区内氏は飛び上がり、音のする方へと振り返った。すなわち、これが事の発端のあらましの状況なのである。はじめに大牢が破壊された。先頭に出てきたのは持家益蔵である。次には淳次郎が、牢合子の尺閣の太いのを持って現れ、20人ばかりの罪人がそれぞれに牢番の六尺棒やその他諸々の獲物を手に、時の声を上げて飛び出し、
そうして舛蔵の指揮に従って敏速な行動を開始した。山本周五郎作楽天旅日記その第32回第28章実力行為とその快感のこと途中まで2021年6月13日。